岡山市にある伊勢神社ですね。ここも元伊勢の一つというふうに言われているところです。もう結構今のところは駐車場になっておりますが、参拝者はね、一応ここ駐車場はあったみたいなんですけど、ちょっとね、入り口がちょっと入れなくて近くにねコインパーキングもあるので、そこを止めた方が楽だと思います、正直。で、ご祭神は天照総御神、太陽教御神、宅二十父の姫の御子とですね。で、伊勢神社で旧吉備津吉備の国中畑玉の宮というふうに言われてますが、元伊勢の一つと、もう今はね伊勢神宮になる前の約90年間はいろんなところを行ってるんですね。その中の一つでこの辺に一時的に、あったというふうに言われています。本日も参拝していきますね。本殿の内部ですね。こちらには古い絵がありますね。こちらは古い絵がありますね。こちらが大工ですね。お祭りで子供がね、みこしを担ぐときなんですか。神社を見せるようにしてますね。内部ね。じゃあ、社務所には一人じゃないみたいですね。ちょっと、ご主人もらう方はちょっと厳しいかなと思いますけど。